財務、本部の名前で言うと長いんですけど、公務コンプライアンス知的財産本部というところに、もう物々しいような名前のところにおりましてですね。そんな部門から来たとは思えないえでたで、知財全般をやってるんですけど、その一環として、オープンソースにもちょっと関わってる関係で、ちょっと今日は来ました。改めまして、技術の服部です。今日はですね、オープンソースのコミュニティにどうやってメーカーの人たちが投稿すればいいのかっていうような話ですね。なんかちょっと、なかなか異色な話だと思うんで、興味ある方がたくさんいると嬉しいんですけれども、そういった話を、したいと思います。でまず、自己紹介で、こんな知財のおっさんの話は、本人の興味なんかないとは思うんですけども、もともとエンジニアとして入社しまして、ハードウェア設計とかですね、あとファーム開発に従事してました。ファームって言ってもですね、随分古くて、モトローラの一番下の一部に出会ってしまった。すいません。モトローラの6万8000のアセンブラとかをちょっとファームって意味だとやってたんですけど、今の若い人からするとないそうですって感じだと思うんですけど、で自分でですね、10年エンジニアやって、その後知財に移りました。で、自己紹介っていうよりは、その知財の部門って何してるのかっていうのを多分皆さんあんまり知らないのかなと思うので、自己紹介っていうよりは知財部が何してるかってちょっとお話ししますが、で知財っていうと、メーカーに勤めてる方はイコール特許みたいなイメージがある人が多いんじゃないかなと思います。で、昔からの、なんていうんですかね、ハードウェア設計の頃みたいなからの伝統で、年間何件特許を出願しなさいとか、そういったちょっとノルマみたいな話があったりとかするかと思います。でも最近はそうでもなくてですね、本当に必要な特許、必要なだけ出すとかですね、あとその特許だけでは全然ダメで、最近ハッカソンとかよくやりますね。そういった時のその知財の扱いってどうなのとか、そういった相談とかにも最近はよく乗っています。で、私自身はですね、もともと特許の出願の、支援とかをやってたんですけど、であと結構性格がオタク気質なんで、特許の調査とか結構こう、なんていうんですかね、どんどん特許を深く調べていくのが好きで、特許の調査が得意なもんだったので、いろいろと紛争事とかあると対抗する特許を調べるんですね。そういった仕事が舞い込んでくるようになって、最近はだんだん特許の出願というよりも何かあった時のリスクの担当みたいな形になってます。でここに障害って書いてあるんですが、それがまさにそれで、あといわゆる変な警告書みたいなのをたまに届いたりして、うちの特許はあなたのとこを侵害してませんかみたいな話、嫌な手紙が来るんですね。でそういった手紙が来ると、全部はいはい、貼ったらこれ来たよっていうの本当にね、ちょっと心臓に悪いんですけど、リスを訴えると貼った寂しいでも本当にエンジニアとして会社に入ったつもりなのが、俺なんで裁判所にいるんだろういやでもそういう知財の人からしょっちゅうコンタクトを受けてる人はここにいるけれどというような、ちょっといろいろ人生面白いことでいろいろ流れていきました。で、知財のリスク、リスクって言い方あれなんですけども、オープンソースのライセンスの遵守、お昼午後一の話でもライセンスが何だか分かんないみたいな話が出てきましたけども、その、ライセンスをちゃんと守らないといけない。でつまり著作権、ライセンスを違反すると著作権違反になるわけですね。でそういうことで知財としてオープンソースに関わっているということになります。そんなような形で、最近オープンソースに関わっています。であと、ちょっと知財の人間だと硬すぎるんで、特技とかなんか書いてるんですけど、特技はギター演奏でですね、
一応アルバムを出してこうアマゾンとかで流通していて、一曲あのメジャーの、ユニバーサルから一曲だけ出てるんですけど、でそれで出した時にですね、あのメジャーなんでちゃんとジャスラックに管理してもらうんですね。であの一旦ユニバーサルに僕の著作権を譲渡として、そこからジャスラックに管理してもらうんですけど、その時の契約書を読んで、ついつい仕事上の興味からいろいろあのユニバーサルの人に質問しちゃったらですね、電話かかってきて、なんか面倒くさい人に認定されちゃったお前ちょっと会社に来いって言われて、あのユニバーサルレコードに行ってちょっとお話をしてきて、ラッキーと思いました。面倒くさい人じゃないです。あとついでに趣味で乗り鉄、一応 JR 環状をしています。あの日本全国 JR 全部乗っていて、あとで今日はあのさっきあの上田さんの方が7時半ぐらいになるで、ここの会場は9時まで押さえてあるっていう話がありましたけど、今日僕あの東京駅11時のムーンライト流れに乗るんで全然大丈夫です。成人18でした。もう18切符の1ですよ。はい、すみません。あとジェフ千葉サポーターフロンタイルじゃなくてジェフなんですね。はい、それはどうでもいいです。で、すみません、本題に入ります。富士通のその OSS に関する体制なんですけれども、今こういうふうに、まあ、大きく分けて開発部門、それからまあ我々のいる管理部門、それから OSS の関連組織、まあ、大きく3つがあって、これがまあうまくこう融合してというか協力し合いながらビジネスを進めています。で、まあ、開発部門はもちろんあの今日皆さんやってるように OSS をどんどん使ってビジネスに活用していきますし、まあ、社会のコミュニティにも参加したりしていますと。で我々としてはですね、あと OSS の関連のガイドみたいなのをあの整備したりとかしています。あとでちょっと言いますけど、 OSS の利活用の WG みたいなのを組んでですね、もうこういったその開発部門とか、管理部門とか、なんていうんですか、有志で集まって、ビジネスとして OSS を使うには、まあ、ライセンスをこうやって守って、というような、なんていうんですか、共通の、まあ、認識の、まあ、ドキュメントみたいなのを作ったりとかしてやってます。で、まあ、あとは、まあ、もちろん法務とかですね、契約審査とかそういうところもありますし、で技術支援の舞台は、まあ、いわゆる脆弱性だとか、あとはあの使う予定の中ともう一つが混じっちゃったりするとまずいので、そういったものを見たりとか、あと、まあ、純粋に OSS の技術を見ている。で今言ったその利活用 WG っていうので、関連する有志の人が集まって、議論をしているというような感じです。で、それですね。で今言ったのはこういう形で、結構いろんな部門から、有志で、集まって共通のガイドを作りました。今日発表するガイドはまた別のやつなんですけれども、意外とですね、ソフト部門、どうしてもなんていろんな部門がたくさんある会社ですので、ソフトの部門とかハードの部門、それぞれに OSS の専門家が結構いらっしゃるんですけど、結構なんていうんですか、そのライセンスの、解釈の仕方とか、人それぞれやっぱり違ってくるんですね。で、そういうのを合わせるっていう意味でも、まあ、面白い取り組みだったのかなというふうに思ってます。で、必ずこれにしろというよりは、ある、まあ、基本を作って、でこの部門ではこういう解釈で、この部門ではこういう解釈でっていうのを、まあ、お互い分かり合うっていうような、そんなようなことを、やっています。でそれで、まあ、一つドキュメントをちょっと、OSS 利活用ガイドっていうのを、まあ、作ってやっています。でその中に例えばライセンスの、まあ、使う時 の、 その開発フェーズで何をやらなきゃいけないかっていうようなこととか、それから OSS のライセンスをどうやって調べるのかっていう、そういう基本的なところからとか、そういったような、ドキュメントも作っていました。で今回発表する、オープンソースのコミュニティ参加に関するガイドラインの話です。でオープンソースのコミュニティに、まあもう、まあ、古くはまあ、うちは Linux 開発統括部とかあって、まあ、昔からはやってるんですけれども、まあ、社内的になんていうんですかね、まあ、こういうやり方をすれば、コミュニティに参加できますよとか、そういったようなドキュメントがなかったんですね。で、それからあるコミュニティにある部門が入ろうとしたら、いやそれもうすでに研究所の方で入ってますよっていう話が見えてきたりとかですね。結局そのなんていうんですかね、まあ、社内で情報共有、どこがどこのコミュニティに入ってるのかとか、そういったその共有が全然できてなかったですね。で、まあ実際に今言ったように、入りたいんだけども社内手続きってどうやればいいの？
そういうのが分かんないとか、そもそも参加していいんだっけっていうような話とか。で、そういうのを考えると、まあ、やっぱり会社としてある程度のまあガバナンスを聞いた中で、積極的にまあオープンソースを活用していこう、そういうのを促進するまあ仕組みが必要なんじゃないかなっていうようなことで、この OSS コミュニティ参加ガイドラインっていうドキュメントを作成しました。でこれ2015年の春から、運用をしています。で、作成にあたって今もちろんいろいろ悩みました。例えば個人でどんどん投稿する人もいますし、やっぱ会社の業務として、やってる人、まあ、どうやって区別しようかなっていうようなところとか、悩みどころですし、それから、まあ、特許の許諾っていう話があります。オープンソースのライセンスの中に特許の情報が入ってる、ものがいくつかあると思うんですけど、そういったものをどうしようとかですね、まあ、基本的にあとはオープンソース使わせといて、うちの特許侵害だなんて言えないので、そういったような許諾をどうやってやるかとかですね、あと海外グループ会社にはどうやって情報共有するんだろうとか、既存の社内手続きで何か関係するのあるんだろうかとか、まあ、あとはですね、やっぱり一番問題なのは開発者から見てすごい面倒くさいガイドラインができるとちょっと嫌だなっていうのが多分すごくあるんですね。で、まあ、それぞれについて、まあ、一応課題の解決ということで、個人の趣味と会社の業務ということは区別なんですけど、それはもう OSS コミュニティに会社の業務として、誰が参加するのかっていうのを特定して、きちんと責任者を決めて、で誰が投稿するのかでっていうのをその部門の中できちんと運用を決めてもらうということですね。でそれから、他部門の特許、ある OSS のコミュニティに入ろうとしたときに、例えば他の部門でそこの技術を持っているので、そこに特許を開放したら困るというような問題があるので、実は富士通はですね、各部門に知財の責任者っていうのを置いてるんですね。で各部門部門に知財責任者っていうのがいますので、その人に向けて、承認を得ると、そんなようなことをやっています。であと海外グループ向けに関しては、まあ、正直言ってまだ海外まではきちっと整備はできてないんですけれども、海外向けのその知財のウェブサイトっていうのをまあ立ち上げまして、でそこの中にこういったものを全部英訳して入れ込むというようなことをやってます。あとは契約チェックとか、まあ、輸出管理、後から出てきますけど、やっぱり OSS のコミュニケーションに入るとき、例えば CLA みたいなのがあると思うんですけど、そういったものはきちっと契約審査にかけるとかですね。であとは、やっぱり時間ですね。で参加申請から承認までは、まあ、1週間でやりましょうというような、ことでやっています。一応そのガイドラインっていうそのドキュメント、それはさすがにちょっと社外秘なので見せられないんですけど、一応目的と対象ということで、まあ、基本的にはオープンソースのコミュニティにプログラムとかを、投稿するときの、まあ、社内の手続きとか、守らなきゃいけないことはこんなことですよっていうような話ですね。でそれぞれ社内の管理部門があるんですけど、その役割を明確にしましょう。であと対象としては、まあさっきも少し言いましたけど、投稿を行う部門と開発者とか、関係者を、まあ、対象にしますと。で大きく2部に分かれておりまして、OSS コミュニティへの、まあ、参加申請の時にはどうしたらいいかという運用と、あと実際に、プログラムを投稿する時に、どういうことに気をつけなきゃいけないのかというようなことを、この大きく2つ書いてあります。それから参加申請の主なポイントなんですけれども、あとコミュニティの評価があると思うんですね。まあ、当然っちゃ当然ですけど、商用利用禁止とか、廃棄禁止とかですね、まあ、我々として不都合な条件はないかとかですね、あとコミュニティの活動がもうなんか死んでるようなコミュニティというよりは、ちゃんとした活発なコミュニティ、まあ、これからもどんどん更新が続いていくようなところがあったのかどうかとか、まあ、競合というか、ある特定の企業だけに偏ったところだと、良くないんじゃないのとか、そういったところをちゃんと見てくださいっていうような話ですね。で、実際に、申請の手続きは、
まあ、これもですね、我々の部署の中でペベントで作ったんですけども、社内のウェブサイトで、申請サイトを作りました。でそこにまず申請します。で必要な契約書、さっき言った CLA だとかそういうのがある場合はきちっとその法務部門に契約書を依頼してください。で、我々、まあ、事務局我々が受けてるんですけども、そのさっき言った特許の許諾に関して技術部門にちゃんと同意を取りなさいと。で、承認が、全部揃ったらウェブサイトに公開します。で基本的にこれを1週間ぐらいでやります。まあ、実際はですねちょっと法務の確認があったりとかするんですけど、少なくともその技術部門への承認取得っていうのを1週間にしたっていうのは、まあ、実際ですね、例えば標準化も同じような動きをすると思うんですね。ここの標準グループ化団体に入りたいんだけども、いいですかっていうのを社内に聞くと思うんですね。でオープンソースの場合やっぱり時間が早くないとダメなので、正直言って1週間っていうのはこのコミュニティに入るからよろしくねぐらいの勢い の 通知です。もう入るから了承してねみたいな、了承してねというか知っといてねっていうような色なイメージで1週間としています。それから、申請部門の運用って、これさっき言ったように、実際に申請した部門は決めなきゃいけないことは、投稿するコミュニティと投稿する開発者をきちんと決定してください。で投稿する際の手順を決定してくださいということですね。で、まあ、あと大事なのは投稿記録の保存ですね。もし何か仮に例えば秘密情報が混じって投稿されちゃったりとか、そういった履歴が取れるようにそういうのを保存してください。まあ、Git でやってる分には必ず全部取れるの でそれでいいと。 あとは、まあ、輸出していいものかどうか、まあ、暗号化とか入ってないかどうかというような、話です。そういったものに気をつけてくださいねっていうものです。でそれで、あと投稿するとき その自己チェックポイントが大きく2つのポイントがあるうちの2つ目のポイントですけど、著作権、他の人の著作物とかオープンソースが含まれてないかということをちゃんと富士通が責任を持って出せる、プログラムですよねというところは気をつけてね、ですね。あともちろんですけども、自分とか他社の、秘密情報が入ってないか、まあ、情報漏洩がないかどうかというのはちゃんと気をつけてくださいねということですね。であと機能追加を行う場合なんですけども、まあ、特許侵害がないかどうか、まあ、よほどことがない限り少しずつのアップデートはないとは思うんですけども、他社特許に引っかかんないかどうかということですね。あと、これ難しい話なんですけども、特許出願が可能かどうかというところも見てくださいというふうに言っています。で、まあ、ちょっとした修正だとか、そういったものだと、まあ、特許出願という話じゃないと思うんですけども、まあ、仮に、まあ、大きいものを作って、まあ、出すというのはあるかどうかわかんないですけど、そういったときは、可能かどうか。で、出願できるのであれば、出願してくださいというような、方針を当社では取っています。で、ここに書いてますけど、もちろんですね、その対象とするコミュニティに特許が使わしておいて特許だからっていうようなことはできないので、絶対それはやりませんけれども、例えば同じ機能をその OSS じゃない別 の技術を使って実現した人については、権利の行使はできるっていうような理屈ですね。ただまあここもですね、いろいろ難しいのかな、まあ、ちょっとやっぱりオープンソースと特許のその親和性っていうのがちょっと難しいのかなっていう面は、まあ、実際やっぱりあるかなと思います。例えばSDN の世界なんかだともうほとんど多分オープンデイライトでやられてると思うんですけど、そういった世界に対して特許を取ってもらってどうなのかなとかですね、そういった議論をしたりとかしたりする時もありますね。で、実際の、投稿は、部門の手順に従って投稿してください。で、まあ、ちゃんと、で最初に登録したらもうそこの幹部社員がきちっとその投稿に関して、その部下が投稿するものに関しても、そこで責任を取ってくださいね。だから最初に、ここで申請して登録してしまえば、あとはもう誰が投稿するかとかって全部決まってますので、あとはもう自由にやってくださいねっていうような感じです。まあ、そうは言ってもですね、いろいろと反応がございましてですね、やっぱ関係者の理解がすごく重要で、
こういうガイドラインって作るとこう社内にどうやって周知するかっていうと、まあメールだとかなんとかで知的財産総本部なんとかこの度ご委託にガイドラインを作成しましたので遵守してくださいみたいな、なんか堅苦しい言葉でですねこうメールを出すわけですね。そうするとあのもうそれだけでですね拒絶反応みたいなのが来てですね、また資材の人らが面倒くさいのを作ったみたいだよみたいな反応が結構ありましてですね、まあいい反応と悪い反応もあるんですけど、でいい反応はあの従来、まあ、どうしてもいいのかなって不安にやりながら抱えながらやってたんですけど、まあ明確になってよかったですね。であとやっぱり一番多かったのはこれですね、そんな投稿するたんびにあの知財の許諾取らないといけないのっていう、ほんのちょっと直すだけだよっていうような、で我々全然そんなことは言ってなくて、あの一番最初に登録すればあとはいいんですよっていう話ですね。なのでこれは完全な誤解なんですけれども、やっぱり、我々知財からそういうお触れみたいのを出しちゃうとなんかそんなふうに取られちゃうみたいで、はい、あの結構ですねすごい勢いであの連絡が来て、今すぐ来いみたいな、なんでもの作ったんだって言われて、で我々の、あこれビデオやっていいのかなで我々の説明を聞く前にあのオープンソース開発者の1日みたいなですねパワーポイント見せられて、こんなタイミングで投稿してるんだと、こんなの聞いてられるわけねえだろうバカみたいなことでひどいこと言われてで、いやいやそういう意味じゃなくてっていうのをあの丁寧にですね説明を繰り返しました。で実際ここにいる浅間さんとかもね、あの似たような反応があってですね来いと言われてで僕その時浅間さんあの初対面だったんですけど、なんかすごいでかい怖い人がいるしながらですねいやこういうことでっていうことを丁寧に説明します。で例えばこの参加するコミュニティ、他のコミュニティの OSS を扱っている場合って、これはまさに浅尾さんとかの翌頭で出たやつで、まあ、そういったところもですね、あの非常に丁寧にあの説明していったら、まあ、大体まあ皆さんは来てくださって、今のところもトラブルもなくやってます。もう、あの浅尾さんとはあれですよ、あの土日スポーツバイクで泥酔するくらい飲んだりしてましたのであの結構その開発部門と知財が割とちょっと仲良くなってきたかなっていうような感じはあります。サポートしてるサッカーのチームの違いがどうやって乗り越えるか僕ジェフで浅尾さんはエスパルスなんですけど、あの昨年は J2 で戦っててね、こちらのディビジョン違っちゃうのであんまり関係僕らは未だに J2 にいるんですけど早く戻ってまた戦いたいんですけどまあその前ですね、あの試合前はあのもう仲良く食べて、試合中はもう完全に分かれて、で試合終わるとまた仲良く感じで、まあこれもね J リーグのいいところかなとは思いますけど、すいません変な話をで大体すいません、あの今日1時間もらってるんですけど、大体こんな感じでまあ終わりなんですけど、コミュニティの参加のリストのイメージ、これもあのそのまま載せるわけにいかないんですけど、こういったような形でですね、ウェブサイト、社内のウェブサイトがあって。でそこにあのうちが参加しているオープンソースのコミュニティの一覧がざらーっと出てます。で、本当はもうちょっとあるんですけど、そこにはですね、例えば、まあ、コミュニティの名称とか、ご承認取れてますかっていう話と、実際に URL と、まあ、コミュニティどんなコミュニティですかとかですね、で、契約とか規約ありますかとか、で、あとまあ、規約があるんだったらその URL ですね。でどんなコミュニティにどんな参加企業がいますかとかですね、であとはやっぱ参加目的っていうのもちゃんと明確にしてもらってますし、あと投稿予定っていうのもあのこれ申請した時点ですけども早急にやりたいですとかですね、でここにきちっと責任幹部社員で投稿担当の代表者名みたいなのが書いてあって、まあこれ翌頭の事例なんで本当はこれ浅尾さんの名前が入ってますというようなのがもう一覧であの社内で できるのあの見えるので、まあ、なんていうんですかね、そのきちっとそのガイドラインあの守ってもらうのもそうなんですけど、社内として一元的に、まあ、どこの部署がどんなオープンソースコミュニティに参加しているのかっていうのを、まあ、情報共有できるというのは、まあ、非常に大きいのかなというふうに思ってます。いらないと。
最後なんですけども、まあ、今言ったようにですね、現在では非常にスムーズに運営されています。で今簡単なポジション見せましたけども、まあ、ウェブサイトで情報共有できてますねと。であと、まあ、海外グループ会社向けにも全部英語化して、ドイツの関連会社があるんですけど、そこといろいろ打ち合わせしてる、こうヨーロッパだとどうなのかっていう話をして、ガイドラインも英語化してます。であとコミュニティ参加部門とその OSS の利用部門で連携可能。これ何かというと、僕もちょっと元々言うと、グループ内問い合わせ対応で可能、対応か。これって例えば浅野さんの方が今ヨクトプロジェクトを扱ってますけど、他のところが入りたいときに質問したら答えてくれますかとか、そういったその横の連携をつなげられるようにこういったことまで、書いてます。はい、そんな形でですね、まあ、うまくちょっとギブアンドテイクしてオープンソースを、ビジネスにこう積極的に活用していくっていうのを、まあ、知財からもですね、まあまあ、正直もう十数年前だとオープンソースはなんか使うなみたいなことを知財部分は言い出しがちっていうか言ってたんですけど、今ではどんどんちゃんと守ることを守ればどんどん使っていいよっていう。だから結局こういうのを作ることで、何も知らないでボンボン投稿するっていうよりは、ある程度こうちゃんと何を気にしなきゃいけないのかっていうのをみんなでちゃんと共有して、その上で投稿する分には全然問題ないので、そういうふうな形で、まあ、富士通としては、運用しております。はい、ちょっと時間にしちゃいました。以上、ありがとうございました、ね。はい、質問ですね。まあ、幹部社員っていう言葉だったんですけど、判断する方とかはどういう方なのかみたいなと、あと管理みたいなその部署が部とか事業部とかなんかいろいろあると思うんですけど、どんな感じで運用されてるのか。判断、判断ってどういう意味の判断？なんか幹部社員が OK って言うみたいなとか、責任を持つみたいな。この例は浅野さんの中で言うみたいな。部とか統括部、部とか統括部って言葉はどれだけ共通的なものか分かんないですけど、まあ、あるプロジェクトを扱ってる、一つの部ですね。なんとか部長とか。となんとか課があって、そしたらその部長さんが責任を持って、でその課のしたのとか、そこのところは割と、まあ、柔軟にやっていますね。きちんと責任が取れるその社員の方がいるんであれば、もうその人に権威をして担当するという感じですね。分かりました。はい、パナソニックの加藤です。今日はこのために来ました。あ、マジですか。ありがとうございます。こんだけ、ちょっと興味があるのが不安なんですけど。はい、もう多分、だからちょっと2年ぐらい運用されてるということだと思うんですけど、なんか、リストの更新とかメンテナルールとかもありますか？というのは、僕も全然違うので、これリスト化すると、まあ、言ったら、社員移動が大体春にあったりとか、で活動が、閉じるのも結構難しくて、ちょっとした単発プロジェクトだとその時入ったけども、まあ1年で活動停止とかだと、そういうメンテナンスとか結構それ私大変だと思うんで、そのあたりされてるのかな。どうされてるんですか。この2年でこのオープンソースの一覧的だとそこまでのメンテナンスはまだ正直できてないんですけど、一回更新を開きましたよ。ごめんなさい。いや、ちゃんと更新を連絡してくれればできるんですけど、その資金の方があるので、資金の方があるので、年に一回確認しましょうというようにしていて、去年は、ごめんなさい、萩原さんの方が一緒にしてるんですけど、失礼しました。やべえ、俺が実際の基本的にさっき知財責任者っていう話があったんですけど、それは移動のたびに変わるんですね。でそれでこれオープンソースだけじゃなくて特許の話だとか、そ
そういった連絡でも必要なので、あのその責任幹部社員変わりましたかっていうような通知は受けていて、でそういったあのオープンソース別のメールリストとかそういったのは全部ちゃんと配信してます。でオープンソースも、はい、今言ったようになってます。失礼しました。あとちょっとそういろいろ具体的な話かもしれないですけど、はい、あの事務局が技術部門の承認より技術部門ってもう決まってるんですか？だから他の人 に今通知レベルって言ってましたけど、あもうそれはですね、それぞれの部門に知財責任者がいるって書いてあるんですけども、うん、もう要は全部出すわけです、うん、でこういうあの技術扱うオープンソースの組織に入るけど気になりますかみたいな。そうしないと出す側からどこが関係するか分からないですね、はい、分からないのでもう全部になります、うん、あとこれ結局あのなんか浴槽の例だとすごい入るの分かりやすいですけど、他なんかどの範囲とか、例えばコミュニティとしてもメーリングリストなのか、あのなんか具体的に形がないものをどう定義するかっていうのは結構入る人に任されてる感じで出してます。そうですね、あの基本的にはそのコミュニティに対して何か投稿するようなアクションがあるものについてですね、うんうん、それについてはあの連絡してくださいという形になってます。だから例えばそれも、まあ、Linux カーネルでいうとなんかもうカーネル .org に絡む全部の活動とかするのか、なんかメーリングスになるとセルフメールでもいろいろあるからなんか全部上げないといけないのかとか、なんかすごい開発者になってしまうと、あの どのレベルで書こうかなとか考えてしまうなと思ってれば、なんか難しいときはもう素直に相談してもらうっていう形 で、まあどういう形がいいのかっていうのをお互い、まあ、合意するっていうような感じですかね。あといろいろ聞いてすいません、私ばっかり。あの多分具体的な運用は結局部門の手順ってなってたんで、あの対象部門で任されてるとかあると思うんですけど、だから自己チェックってあの結構部門に落とされたらそれはそれで大変になって、何をしたらいいのかと、どこまでエビデンス残すの問題があるっていうのと、あとじゃあ逆に結構上の方っていうかソーセットの方で超具体的に決めてしまうと、それはそれであのそれしかチェックしなくなって、なぜそれをチェックすべきかっていうのが飛んでしまって、言われたチェックリストだけとりあえず見ようってなるので、そのあたりの勘どころとかこう切り分けどうされてるのか。そこは正直難しいところですね。で、あのまあ少なくともあの、うん、あのそうですね、今言ったように形骸化するような話になっちゃうかもしれないですけど、一応ガイドラインの中にあのここは気をつけてくださいと箇条書きにしてあるので、一応それはみんな守ってるっていうまあ前提というか、としか言いようがないですね。理由も一応先ほどスライドにもありましたけれども、その他社の著作物を調べるのは著作権侵害がないようにするためですよとか、OSS を調べるのはライセンス違反がないようにするためですよとかっていう理由も書いてはあるので、あのそんなになんでこれしなくちゃいけないのっていう反応は、ないかなと。そうですね、あの単純にこれしちゃいけないしちゃいけないっていうんではなくて、こういうことなのでここは気をつけてくださいって方は知っていますね。あとだから私も実は弊社の中で、結局それをじゃあどんだけエビデンス残しますかっていうのを結局開発者の方に相談されることが多くて、要するにチェックリストをやってチェックするだけだったらなんでって言われた時に何も証拠がなくて、だからそれをすごいあの決めるのが、例えば特許だったらじゃ例えば特許調査どのレベルでしないといけないんですかとか、結構そういう具体的なあの相談があって、私も苦慮してるんですけど、あの、まあ、ケースバイケースと事業によって実は変えてるところがあるんですけど、ケースバイケースとかその特許の調査も確かにそのどれだけしなきゃいけないのっていうのはすごい難しいですよね。あの特に標準化なんかである程度本当に技術が固まってるとか言うんだったら分かるんですけど、オープンソースなんでどんどん進化していくわけですよね。なので、まあ、一応その時点でってあんまりやっぱりそういう施設に立ってるところはありますけれども、はい、ガイドラインの中であの必ずエビデンスを残せって言ってるのはその投稿したプログラムそのものなんですよ。なので仮にその後著作権侵害が起こればそのいくらエビデンスがあっても侵害になっちゃったら全くどうもしょうがないなみたいな感じなので、あの最低限その投稿したプログラムが何を投稿したのかっ
誰が投稿したのかっていうのは分かるようにしてくださいっていう話にはしています。それぐらいですよ。だから私もガイドラインだと多少緩いチェックというか自己チェックで回せるのが良くて、はい、その中でけどちょっとまあ堅苦しくやろうと逆に現場が思ってしまうと、そのチェックをしたリーフのエビデンスのことが実はすごく大変になってしまうので、そこちょっとどうされてるのか聞きたいと思います。はい、だから今今普通にしたうちの大内というものなんですけど、大体にこれに関しては、はい、エビデンスを残すのはその投稿の記録なんですね。実際にですのは本当はいいですよね。それが全てじゃあ全てなので、もちろんその他の機材他のいろんな例えばオープンソース関係なくて、いわゆる特許侵害回避調査っていうのをやったりとかすると思うんですけど、それは必ずどういう検索式 でどういう特許が出てきて、どういう内容を理由で例えば関係なしとしたのかっていうのはエビデンスに残すっていうのもありますけども、でまあとてもでも正確なんでは、パナソニックの例とか多少正確に言うと、特許をこんなような考え方は多少ガイドがあって、結局分かりやすく言うと特許をもう確実に入れますっていうプロジェクトはなかなか出ないっていう実際の、ね、ことになりますね。本当にやろうと思うと、まあ、承認が大変すぎるっていうのと、うん、本当にそんなプロジェクトが実際出てきてないっていう。というか、これからの発言は私の個人的な意見であり、会社を代表するものではありませんが、基本的にオープンソースソフトウェアでコラボラティブにやるということ、特にそういうものが盛んになってしまっているということは、特定の企業が特許を主張するであるとか、また特定の会社、自分の会社が特許を主張するであるとかっていうところにそもそも入ってない可能性っていうのは強いんで、うちの場合は特に既存のエスタブリッシュされたコミュニティに対するやり取りっていうのはかなりほとんど野放し状態です。でも本当に簡単な届け出で OK ですよ。ただしね、新しいことをやるとき、それで自分で何かどうもこれ取ってやばいなって話になったときには、これはもうすでにそれぞれの会社そうだと思うんですけど、特許の利用許諾であるとか著作物の利用許諾っていう話はこれとは全く別のところにも会社の規約っていうのはあるはずなので、うちなんかもあるんで、それに従った行動をしてください以上って感じでしたね。だから中に実は3つクライテリアを設けていて、特許の利用許諾というものにつながる可能性のある行動、それから著作物の大きな著作物の利用許諾に権利譲渡に関わる可能性がある、それからそうじゃない、はっきり言って何でもいいやって情報、何でもいいやって話はとにかく現場判断でどんどんやっちゃってって。ただ現場判断でそれが難しいって話になった時には、それを判断するためのカウンセルを持ってるんで、そこのところに持ってきて、でそのところの反応も同じで、そこのところは1週間以内に必ず答えますからというか、即日に答えるのを旨としますからっていうような感じでやってます。ただそれが結果として特許の利用許諾なんていうのに当たるって話になったら、それはもう大変ですから、ちょっと日中でやりましょう。だけどそれはまずないね。まあない。そうないですね。今は、はい、正直言って全然ないです。でその一方でエンジニアだから逆に言うと、うちの会社の中ではやってもいいよというルール作ったんですよ。やってもいいよってルール作ったらみんな混乱しちゃって、本当にいいのかいっていう話になって、逆にいいよってどっちかというと やらないで やめてやめてって禁止するっていうルールの方にみんな慣れてるみたいなので、でも慣れるとそうするとすごくみんなやってくれるような形になってくるので、まあそれまでの間のなんていうか啓蒙活動みたいなのがやっぱり大変ですけど、まあはい、まあ、我々知財部門としてもこういう開発してる皆さんまあ、なるべくどんどんこう入っていって、まあ、会話を増やして素晴らしいなっていただきますにもいいと思いますし、はい、変な誤解とか変な先入がないようなちょっと世界を目指してるんで、すいません、今日カッパ様の爪の中を売るとかそういうのはありますか？そういったことはそっちの方に行っちゃいます先入と飲ませたい人がいや、でもすごく重要な話で、なかなかこういうのって今までは話しづらかったんですよね。
コンセンサスが本当にできているかどうかっていうのは分からなくて、でも今やあのこういうところでコンセンサスができていると思いますので、あのどんどんこういうところでいろんな発言ができるような意見結果ができるようになっているんですよ。はい、ちょっと多分1つ前のくらいだと思って、特許とかでいろいろ問題が今まで出てないっていうのは、多分最初の一番最初の雰囲気の評価、会社をずつライセンス旅行が生じるようになったら、そこがしっかりできてるからだと思うんですよ。でこれをその現場の人を含めてしっかりさせるための何か取り組みとかってどうだろう。そう、最初にそれ冒頭で言おうと思って忘れてたんですけど、もともとそのオープンソースのライセンスをきちっと準備しましょうっていう、運用は結構昔から我々の中でやっていて、で特に最近オープンソースを使う時の自己チェックシステムっていうのを我々自分たち作ってるんです。でそれどういうのかっていうと、今回この製品でオープンソース使います、でどういう使用条件ですかって、例えば住宅開発ですか、パッケージ開発ですか、でそれからオープンソースは改変しますかとか配布しますかと、そういう条件をどんどん入れていくんですね。でそれについて、必要な今回違うオープンソースの一覧をこう入力していくと、自動的にこれは危ないから相談してくださいとか、それだったら大丈夫ですっていうような、まあ、システムができていて、でオープンソースを使うときには必ずそれに入力しなさいっていうような、まあ、一応全社的なルールになってますので。まさかそのシステムって販売してたりしますね。完全にうちら の, SE 出身のやつとかですね。素晴らしい。だからその水際で止めるのがないと、やっぱり後ろで問題が起きないっていうのが成立しないんで、一番苦慮するのはやっぱり開発者にこれを理解さ徹底させるっていうのが。今はもう本当にそのオープンソースの自己チェックシステムっていうのに入れてやるっていうのはもう定着していってますね。だ一応その前提はあって、まあ、そのライセンス遵守って意味だと結構まあ、できてるかなと思ってたんですけど、この今回このコミュニティっていうのはもっと手伝いだったので、さらにこういうのを整備したっていう。そういったすごいな、欲しい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 、それをオープンソース化してそんな感じで本当にありがとうございます。はい、引き続きいろいろ情報交換をさせてください。はい、質問いいですか？もちろん。あ、どうぞ。モジュラの浅井です。あんまりこう組み込み系には今まで来てなかったんですけど、ちょっとブラウザエンジン組み込み移植っていうのをいくつかのベンダーさんとやらせていただいているのでお邪魔しています。でこの発表とても僕ら一応オープンソースの生みの親であるネットスケープモジュラっていう傾向でいたことから、オープンソース教育とか学生にしたりする機会とかもあって、非常に企業がどう思ってるかって興味があったんですね。あと個人的にまた何かもしかしたら学生さん一緒に教えてきませんかとかお願いするかもしれないですけれど今オープンソースを、まあ、自分たちでプロジェクトとかでやる側からすると、どう企業からそのコミュニティ評価とかされてるのかって結構気になって、例えばライセンス、うち MPL ってやつが結構多くて、 MPL って GPL と違ってファイル単位で、コピーレフトがある、でも一応コピーレフトっていうのは存在するっていう、まあ、GPL と DSE とかの間みたいなライセンスなんですけど、そういうのって、まあ、皆さんどう会社として受け止められてるのかなっていうところと、あとプロジェクトを評価するっていう際に、まあ、モジュラの対応複数ぐらいだったら多分ちゃんとアクティブだなとか思われると思うんですけれど、その下でちょっと小さな法人とかもできていないような中で、ちょっと特定の立ち上げたプロジェクト、なんか機能追加しましょうプロジェクトとか、翻訳しましょうプロジェクトとか、それこそソースコードに関わらないようなプロジェクトとかってどう評価されているのかなって。まず前者の最初の質問に関しては、そのまあ、ライセンスの MPL であろうと、BSD であろうと、GPL であろうと、まあ、結局そのライセンス条件というのがありますので、例えば、あなたが今やってる、やろうとしてるビジネスで、GPL 使って、例えば、まあ、それとリンクして使う場合は、ソース公開すると、ソース配布しなきゃいけないことになりますが、それで許容できますかっていうような話ですね。それが OK だったら、まあ、使えばいいし、いや、ソース公開できませんっていうだったら、じゃあ使わないと。まあ、だから、そのライセンスの条件にもう合うか合わないかだけです。なるほど。会社としてこのライセンスはダメとかとかないですね。はい。他の会社さんにちょっと GPL V3 っていうのはちょっと見えないとかって言って、はい、だから、そうじゃないライセンスのプラットフォームを探してるんですみたいな感じに相談に来られた方なんか
されたりしたので、なんかそういうのあるのかなと思ったんですけど。特にうちはないですね。あとはまあ気をつけなきゃいけないのとかは、例えば、タイワネとかだと、昔ちょっと国境の問題があったとか、なんかそういう情報があるようなものについては、ちょっと気をつけないといけないとか、あとは、なんだっけ、アイテキストなんかだと、途中でライセンスがアフェロ GPL に変わっちゃったんですね。で、例えば、そういう、なんていうんですかね、で、あれは、商用利用とオープンソースのデュアルなんですけど、で、そういったのって結構、なんていうんですかね、最初緩いライセンスになって、気がつくと厳しいライセンスになっていて、で、商用買わざるを得ないみたいな流れになる場合があるんですね。なので、そういうところはちょっと気をつけてねっていうような、まあ、そういう要注意、リストみたいなのはあって、そのシステムに入れるとそれも引っ掛けるようにしてます。なんか言うとなんかもう特定の企業に依存してるやつはそういう傾向ですね。オープンソースで開発を始めると、そういうライセンスに切り替えられないみたいな、ライセンス販売の資格をしてるキュートとか聞いたんですけど。微妙なところ、そこら辺微妙なところついてるんで、ちょっと後でゆっくりって話すんですけど、ちなみに、さっき GPL バージョン3っておっしゃいましたけど、はい、GPL バージョン3に関してはここにいる人はほとんどやっぱり GPL バージョン3がものだと思います。はい、やっぱりそうですね。はい、それは理由はこれも後で別室で出た感じなんですけど、やっぱりちょっとビデオ終わってる時に言いにくいんですけど、はい、ただちょっとうち何でもオープンに喋っちゃうんですけど、だからそこが言葉で言うと事業によるっていうところですね。はい、まさにそう。ただ一方でうちなんかはオープンソースソフトウェアっていうものに対しての取り組みっていう、特にライセンスに対する取り組みっていうのはまずオープンソースソフトライセンスっていうのには基本的に欠陥があると。どういう欠陥があるかというと、モジュラ財団がモジュラファブリックライセンスを使うときは別にいいんですよ。なぜかって言ったら、モジュラ財団のインテンションをモジュラファブリックライセンスっていうものに入れ込んでるから。だけれど多くの場合は、例えばフリーソフトウェアファウンデーションの作った GPL ってライセンスを借りてきて使っているわけじゃないですか。ライセンスっていうのは基本的にはライセンサーのインテンションっていうものをそこに盛り込むものだと思うんですよ。だから例えば GPL っていうライセンスっていうのはフリーソフトウェアファウンデーションのインテンションは盛り込まれてるけれど、現実に言うとライセンサーのインテンションが盛り込みきれてない可能性がある。だからまずとにかくオープンソースソフトウェアライセンスっていうのを見るときには、まず最初にやらないといけないのはコミュニティの姿っていうのを想像することだっていうのを教育してます。例えばモジュラ のライセンスを使ってモジュラっていうのファイアフォックスをやるとか使う場合は、モジュラファンデーションがどういう意図でこういうものを出してるんだろうか、でそのためにこういうライセンスがあるんだねって話を、資材フォーム、それからエンジニアがチームを作って考えて、その結果でなるほど、じゃあこういうプロジェクトだったら使えるねっていう判断でやるとかやっていこうと。まさに今日この中にもソニーの中で新たなオープンソースソフトウェアを使っているチャレンジをしている人がいるんだけれど、その場合、例えば場合によってはコミュニティの活動は活発化っていう質問項目がありますけど、うちの場合はコミュニティの活動が活発じゃないんだったら一緒に活発にしちゃおうじゃねえかというような判断をする時さえあります。それはコミュニティの活動っていうものであるとかインテンションであるとかっていうのが我々とミートしているかどうかっていうのをまず見るから。ただそれをもちろん多くのギャンブルになる。だそういうことを考えた上で使っていくっていうような考え方って、いろんな会社もすでに始めてると思いますし、あと一方で学生さんの教育っていうのは僕もすごい問題だと思ってます。で、さっきもそういう話が出てましたけど、学生さんであるとかにオープンソースソフトウェアにライセンスをつける意味であるとか、オープンソースソフトウェアライセンスっていうのはどういう意味があるのかっていう話をきちんと理解していただくことっていうのとすごい大切だと思いますし、私も協力できると思います。ありがとうございます、はい、なんかやっぱりこうライセンスっていうのは一つのコミュニティに参加するときの指針で、ライセンス変わるかもしれない以外にもライセンスだけじゃなくてコミュニティが何を目指しているかっていうところはライセンスだけでは測れなくて、で僕らモジュラとして例えばライセンスは MPL 使うとか、アパチライセンス使うとか、Android 経由だからってそういうのはあるんですけれど、結局例えばスマートフォンやめましたけれど、ああいうプロジェクトとかテレビとか作るときに、僕らは相手とお話しするときって、完全に同じライセンスで一緒のものを出しましょうじゃなくて、コミュニティとして盛り上げられる一緒の共通の世界を作りましょうと、ね、それが合意ができたら一緒にビジネスを
したいし、まあ、そうじゃないんだったら別に何ですか、お金もらってもやりたいってわけじゃないので、まあ、とにかくなんか一緒にどういう世界を作ろうかっていうのを必ずお話しした上 で相手として会社の名前を出してやってもらえるか、でそう、こういう時に個人の名前で個人で参加してイベントに出たり発表したりするのはいいのかとか、会社の名前としてうちのコミュニティに参加してくれている会社のリストみたいなのを掲載したい時ってやっぱりコミュニティ側としてはあるんですけれど、そういうのっていうのはガイドラインとかにあったりするのかなとか、全然別問題になるのかなとか、ちょっと気になってます。そこまでちょっとないんですけど、それはそれでまた今度はブランドガイドラインであるとか、はい、全然別問題だと思うんですけれど、でもコミュニティに参加してくれたら、この会社の人がつなげてくれてますって事実としては言いたくなるけれど、うん、さてどうしようかみたいなところがあったりするので、一応なんかそういう意識も一緒に持っていただけたりすると僕らとしては嬉しいなという。参加の理由で一つ分かりますよね。結局コミュニティは形見えないん でファウンデーションになっているとファウンデーションに入る入らないは結構、ね、ブランド乗る乗らないも含めて、まあ、多分なんか決済とかやっぱなんか会員システムを持ったファンデーションとか作った方が企業としてやりやすいんですかね。あのロゴ入れたりとか、うん、その外に明確に見せるっていう点では、はい、そっちの方が分かりやすいですね。なるほど。なんとなく僕らあんまりこう会員集って特にそれでお金をもらって参加するやつってやりたくないといつも思っているから、あんまりファンデーション組織とか組織なんか作らないんですけれど、それはあった方が企業としてはいい。ファンデーションっていうのはね、あそこにも書いてある申請手続きのところで契約チェックやりがあるじゃないですか。契約っていう形になってると、なんかこれの後に入ってるっていう、だから別にあの入会無料でもなんかそういうものがあると手続きがあると手続き的にね、あの手続きがあれば説明ができる。説明しやすい。コミュニティ曲がってたらちょっと厳しいから、じゃあなんかうちで例えば組み込み向けのブラウザーコミュニティみたいなのは何らかの参加方法、ハウトゥーを本当にただ申請するだけで何でもいいんですけど、何らかの文章があった方がいいと。そういう場合もあります。ちょっとそれ考えます。面白いですね。はい、で逆に何もないところに勝手にロゴやっぱり出せないので。そうですね。まあ、それはい。普通に考えるとそうだと思うんですけど、まあ、それでもなんか結構あんまり明確にしなくてもお互いにコミュニケーションをとってプロジェクトを進めていると、そのうちにあの大丈夫ですよって適当に社内で名前出して、ロゴはともかくあのうちのプロジェクトで何かやってますっていうのは社名出していいですよとかって適当に相手の会社さんが調整してくれたりすることって結構あって、ただやっぱりそういうのができる会社さんばっかりではないと思うので、はい、わかりました。何かしら今度そういうのを用意しながらやるのを、はい、手間でも用意しながらやるのを増やしていこうと思います。あと、いや、大丈夫です。今ちょうどそこを突っ込んでたので、他の人もいろいろありがとうございます。じゃあ、ないようでした。あ、では、あ、はい、せっかくです。自分も、まあ、あの自己紹介であのコミット会社の名前で予約出しましたって話があったんですけど、まさに古軍奮闘状態で、まあ必要性とかも説明することがあったりしたので、今日本当にでスライドも上げられてるので、本当にちょっとこれは社内で見せたいいいなっていう、やっぱりどうしても使ってるとものすごいと思うんですけど、なかなか参加するだとか、まあ、あとうちは会社が小さいのでプレゼンスの目的も兼ねてやっぱ意義があるんだよとかって説明はしてるんですけど、やっぱりリスク重視で、で、あとそっちに時間いっぱい取られるんじゃないのとかいう話が出ちゃって、いやもう大手さんこんなにもう丁寧にやって先進んでて、小さいうちがフレキシブルで動けないでどうするんだぐらい言えるかなって。自分の効果あるのかな、すごい感動してて、それ言いたくて、はい、ありがとうございます。実は私もあのエネルギーガスカンパニーですね、あのオープンソース特定ライセンスコンプライアンスで、そういう取り組みのあのポイントっていうような感じのプレゼンテーションっていうので、よかったらあの YouTube であるとか、あとあの、マテリアルのものを上がってますので、ちょっと見ていただきたいと思います。あと、今夜飲みに行きましょう。多分ムーンライトだからね。じゃあどうも、カッタさんありがとうございました。どうもありがとうございました。